もでも初手店によりません？あ、そうなんだ。ハラミもなんか脂っぽくもないし柔らかいし美味しいなっていうイメージがあって、なんかたまにそのパッサパサしてるハラミとかあるんだ、ある時があるんですけど、それまずって思ったりしますけどね。店名だけは絶対言わないで。いや、言いません。もう忘れてるんで。あ、よかったよかったよかった。まずい店はもう覚えてないんで。あ、まあそうだよね、売れたね、売れたね。そういうとこにもしか行かないんだもん。いや、もうそもそも外食そんなしないから俺。あ、まあそうだよね。まあ、おめでとうございます。おめでとうございます。そうっすよね、ほんとさすが新婚だね。いや、少々出前、まあ出前感もね、ウーアも最高ですよね。出前です、基本的に。出前出前です。まあまあお互い忙しいから、まあまあ、まあまあそういうことにしときましょうか、皆さんね。ここは一つ、はい、新婚だねもう皆まで言ったね。お前もう言っときゃいいと思ってるさて、いろいろ話、俺結婚してる人いじんですけどそんないねえだろ続きいきますね、一応。さて、いろいろ話が聞けたところで、続いてはこんな企画を行います。題して、俺たちのミキトーク。いや、喋りすぎだとずっと出てまして、ね、次の話行きましょう、次の話行きましょうってずっとね、3回ぐらい出てたんですけども、ようやく行きますね。こっからはですね、3人のウィキを見ながらトークしていくっていう斬新なね、普通のトークショーでは絶対やらないようなやつ。これまあ何でやるかって、斬新ですね。斬新でしょ、ええ、あのやっぱりウィキ、嘘情報も稀にあるという結構話をよく聞くんですよ、ね、うん、憶測が憶測呼んで、はいはい、尾ひれがついてとか、はいはいはい、それをまあ正していけたらいいですし、これは本当ですよとかもトークしていけたらいいなということで、まずはね、大阪くんのウィキを見たい、いきたいと思います、はい、こちらですと。あ、本当にウィキペディアだ。すごくない？これこれ直結してんじゃないですか。斬新でしょ。8月2日33歳で合ってますか。はい、合ってます大型で合ってますね。合ってます。配偶者合ってますか。合ってます。はい、それまずいやつ間違ってたね、やべえだはい、じゃあこちらなんですけども、あ、じゃあ上から読んでいくと、あ、大阪と表記するが、彼の姓の正しい表記は大阪である。そうです。これも合ってると。合ってます。はい、じゃあ下行きましょう。はい、来歴、3人兄弟の真ん中として徳島県に生まれる。合ってますか。合ってます。小さい頃は冒険ごっこをしたり剣を振り回し、あ、さっき言ってたんで合ってますね、はい、これ小学校では野球チーム、あー、これ合ってますね。合ってます。でソフトボールも聞いたことあります。ピッチャーを担当。中学生の頃からアニメが好きでよく見ていたが、声優になりたいとは思わず将来の夢は特になかった。それが高校の入学式にふと声優になりたいという気持ちが降りてきたという。まあこれも合ってますよ。あ、これじゃあもうずらっと読んできて、間違ってるとこってあるのこれ。どっかあるかな。ないね。まあ長崎さんの発言は俺は知る由もないのでどっかで言ったんだろうね、長崎ディレクターが。そうなんですよ。あ、長崎さんが新世代の男性声優になれると思ったって素晴らしい言葉だよね、どっかで言ったんでしょうね。ねえ、はい、新人類で杉田さんの後も本当です、ね、え、杉田さん、杉田さんのその杉田さんの下のやつ。俺たちが引っ張るから集中していいよ。かっこいいな、あの人。やっぱ本当に第1話の始まる前に。ああ、なるほど。そしてその下は10月23日俺の誕生日の前日だね。あ、お、そうだ、運命の日、おめでとうございますって言った記憶があるねえ、うん、そうですね、別に間違ってないですよはい、触れないんかい。触れないということで、はい、